はい、拍手お願いします。ここから先はもうちょっとだけ高度な論点に触れていきますから、分かんなかったら分かんないで大丈夫です。で、何かのヒントがあったりとか後で振り返ってみたら分かるようになるかもしれません。ついつい夜遅くにお酒を飲んでしまう、やめておいた方がいいと頭では分かっているつもりなのに、夫に誘われると一杯だけと断れない、次の日の朝後悔する自分を何とかしたいって言ってます。でね、多分これをコーチとしてどういうふうに聞くかっていうことがちょっとでも分かると参考になると思うので、そのことをお話ししますね。ついつい夜遅くにお酒を飲んでしまう、やめた方がいいと頭では分かっているつもりなのに、夫に誘われると一杯だけと断れないと。で、この時になんかね、夫に誘われると断れない、でもしかしたらこれは人間関係の問題なのかもしれない。それは夫に断りゃいいって話じゃなくて、ご主人となんかこんな時間を過ごしたいとか、ご主人にこういう時間を過ごしてもらいたいとか、もしくはご主人のために何かをしてあげたいとかっていうことなのかもしれないし、もしくは純粋にお酒を飲むことに対してただここにエクスキューズがあるから飲んでるだけかもしれません。それは分かんないけど、この書き方だとちょっとよく分かんないんで、どっちの線もあるんですよ。だから人間関係の中で自分に何が起きてるかっていうことをこうチェックしに行きたいわけです。特にね、でだってご主人となんかしたいだけなんだったら別にお酒じゃなくたっていいわけですから。で、そのことが本当に何がしたいのかが分かれば、別にご主人だってね、奥さんがアルコール飲むか飲まないかが厳密な意味で大切だってことは別にないわけですから。だから多分ご主人との間でこんな時間が持ちたいとかこうしたいっていうのと、それからで本当にアルコールが中毒で欲してるとも別に思わないので、なんか自分もこんな気持ちになりたいとか、こんな時間を過ごしたいとかっていうのがあるんでしょうってことなんです。で、それが今簡単に満たされるのがご主人と夜お酒を飲むっていうことだから、ここで簡単に満たしてしまうってことなんですよ。で、別にそれが起こってるだけです。で、いいじゃないですか、別に夜一杯飲むのは。で、この人が言ってる後悔が何なのかなんです。で、だから今度はそこの現場検証にこうかかっていくわけですよね。で、何に後悔するのか、別に後悔しなくたっていいじゃないですか、一杯飲んだぐらいで。でも現実にはこれができてないとか、こういう本当は自分はこうすべきだと思ってるのにこうだとか、でもしかしたら単純になんかやめるって決めたのにやめられない自分を責めてるだけかもしれないけど、そうしたらやめるって決めたのをやめればいいわけですから、そしたらお酒をやめるって決めたのをやめる自分のことは守れるようになるわけですから、自分に誇りが持てるようになるわけなので、別にいいんですよ。法律を犯してるって話じゃないから、だから別にここに何も問題はないわけで、お酒を飲むことが問題なんじゃなくて、で後悔するのだって別にどうでもいいことで、なんか本人は困ってるんですよ、何かで。困ってることが解消されればいいし、本当に何も困ってないんだったら、自分がああそうだ一杯ぐらい飲んだっていいやと、でそれでこういうことが旦那との間で得られてて、これはこれ以外の手段ではそう簡単に得られないんだから、こういうのもいいじゃんと思ったらこれでおしまいなんですよ、別に。で、ところがだからそれで終わるケースもあれば、それで終わんない、なんかもうちょっと困ってることがあるっていうケースもあるんですよ。で、何が起こってるか分かんないから、それを明らかにしなかったらしょうがないし、この人にお酒をやめさせるセッションをしても意味がないんですよ。そんなことは本当にナンセンスだっていうことです。で、ぜひ、そのことを、しておいてくださいね。で、ヒントはやめておいた方がいいと頭では分かっているつもりとかを書いてあるところで、そういうところになんか本人がこうしなきゃいけないとかするべきだとかっていう思いがあります。それからただついつい飲んじゃったりとか、一緒にいて楽しい時間を過ごすことの中に、その人が本当に自分が求めていること、それから旦那との関係の中で求めていることがあります。で、そこが葛藤を起こしてるっていうことですから、そこの間でポジションチェンジしながら統合していくっていうのが基本的な路線だっていうことですよ。で、ぜひぜひね、してみてくださいね。はい、これもちょっとどうなるかやってみないと分かんないですけど、考え方としてはこうです。はい。